どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ティアーズオブザキングダムやっていきたいと思います。今日はおたかかの祠をクリアしていきたいと思います。今回の祠の場所についてなんですけれども、全体マップから見ると、まあ、ここら辺にある、まあ、洞窟の中に祠があります。でここら辺に来ると、こうなんかこう3つ氷が並んだような場所があります。この通りを氷をまずは溶かしたいと思います。でどうするかというと、まあ、いろんな方法あるんですけど、私はもう薪をここら辺に置いてですね、火をつけて溶かしてあげたいと思います。火のつけ方は何でもいいんですけど、まあ、例えば火炎の実をこう薪に、こう投げてですね、火をつけて氷を溶かすという風な形になっております。はい、溶けましたので中に入ります。発見、氷結の山麓洞窟となっております。で奥に行くとやっぱり今度2つ、氷の塊がありますね。途中の氷溶かしてもいいんですけど、これ敵さんとかが入ってる氷ですのでやめておきましょう、溶かすのはね。でまずこの氷を溶かすんですけど、やっぱり同じようにこう薪を置いてですね、でさらに、火炎の実でも投げて火をつけて、氷を溶かします。はい、溶けましたね。でそうすると弓矢の矢にこう火をつけましてですね、ついたですね、ついて、ここですね、ここにこう放ちます。そうすると、はい、溶けて下に行けるようになります。でこのまま落ちちゃうと敵さんがいらっしゃいますので、敵いるんですよ、ほらいるでしょ、ここら辺、これ敵いるでしょ、こいつです。ちょっと戦わなくちゃいけないのでちょっと嫌だと。じゃあどうするかというと、あれ見ますか、あれこれですね、これ氷なんですけれども、この氷をまず溶かします。すいません、弓矢いっぱい使って申し訳ないですが、この火炎の実をくっつけてですね、で、あの氷に向かってドン。これをごめんなさい、何回か繰り返します。すいません、いっぱい火炎の実使っちゃって。でもう一発ぐらいで溶けると思いますね。はい、溶けましたら、なんかつららみたいなのが残ってるじゃないですか。あれめがけて飛んでいってください。ちょっとここが難しいです。これで飛ぶと、はい、戦わずにこの祠のところまで行けますので、はい、祠まで行ってみたいと思います。おたかかの祠となっております。じゃあクリアしていきたいと思います。では行きます。調べる一心の戦い計略、おたかかの祠、裸の状態で現地で手に入る武器だけを使って敵を倒すという風な形になっております。まず入ってすぐ右側に、あそこ岩がありますね。あの岩をウルトラハンドでこっちに引き寄せます。はい、でスクラビルとしましょうか。で武器強化で、こちらから行ってください。でここで、トーレルーフができますので、トーレルーフで左側見ましょうか。そうするとゴーレムさんがこう左右に動いてるんですけど、一番左側に行ったであろうときにこの紐を切ってください。こいつですね、こいつを切ると火が燃え移っていきますので、この時にゴーレムさんに近づいていきワンパンチ、で敵が一匹ま倒せましたという状態ですね。で次にこちら側に行きましょうか。でこちら側に行ってでですね、さらにこちら側に行って、ここでトーレルーフで、トーレルーフしましたら、あそこら辺にゴーレムさんいらっしゃるじゃないですか、あれですね、あそこにこう飛んでいって、近づき、まずワンパンチで、さらに連打ですね。大丈夫です、2回当てれば飛んでいきますので、これを繰り返してください。連打で勝てる、連打で勝てますね。もう何も考えないです、何も考えなくていい。はい、これでまあ倒せましたと。で、まあ武器を手に入れます。でここで武器を切り替えてですね、そしてですね、危険な樽がございますので、その危険な樽をここで、スクラビルドして、置くという感じですね。でさらにこっちに行ってまた通れるふう、ここに出てきます。で
次にあそこら辺にもゴーレムさんいらっしゃいますので、こっそりとですね、こっそりとここに来てください。気づいてないね。気づいてないならば、あそこら辺が切れますので、見えにくくてごめんなさいね。あそこら辺をこっそりと切ったらですね、そしたら爆発します。で、すかさずさらにもう一発で、あとはこっち側にこう降りましょうか。で、これでこっち側で来いボーン。あ、使った。でも大丈夫という感じですね。で、倒せたという感じですね。で、さらにもう一匹いますね。で、やつらはちょっと後回しにしましょうか。いや、後回しするのもなんなので、武器をですね、ここに手に持ってですね、ここ置く。で、武器を切り替えてですね、これでスクラビルドしておき、強化しておく。で、一匹残っちゃったんで倒しに行きましょうか。はい。槍があれば簡単という風な形ですね。はい、これで倒せましたという感じです。はい。で、さらに、残りの敵はですね、基本的に強弱の武器があればなんとかなります。はい、これで倒せましたという感じですね。すいません、あんまりなんていうんですかね、うまい感じで倒せなくてですね、もうなんか脳筋的な倒し方になってしまって誠に申し訳ございませんでした。はい、これでクリアとなりますので、クリアしていきましょうか。はい、ここで宝箱がゲットです。はい、ゴーレムの号泣となっております。で、こいつを捨てるかな。はい、で、これでしたね、宝箱マークがつきましたので、ね、コンプリート。では、クリアしていきたいと思います。はい、祝福の光を手に入れました。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。